付け合わせを添えたレストランスタイルのクラブケーキクラブケーキはカニ肉やパン粉、牛乳、マヨネーズ、卵、玉ねぎ等から作られるアメリカ料理である。この料理はピンクペッパーやグリーンペッパー、ピンクラディッシュ等が加えられることもあり、ケーキをソテーやグリルしてから提供することもある。伝統的にチェサピーク湾、特にメリーランド州やボルチモアで食べられることが多い。 メリーランド州では、クラブケーキの二つのスタイルが有名である。遊歩道の屋台で食べられるものと、レストランで食べられるものである。屋台のものは通常、パン粉をつけて揚げられており、しばしば様々な詰め物がされ、ハンバーガーバンズに乗せて提供される。レストランのものには、普通詰め物はされず、塊のニ肉で皿に乗せるか、オープンサンドイッチとして提供される。 メリーランド州のレストランでは、クラブケーキを揚げるか焼くことが多い。どの種類のカニ肉も使われるが、チェサピーク湾に生息するワタリガニの肉が伝統的であり、味も良いとされる。太平洋岸北西部やカリフォルニア州北部では、固有種のイチョウガニが、クラブケーキの材料として用いられ、地域の定評のあるレストランで提供される。クラブケーキは、 カニの漁獲が多いアメリカの湾岸地域で人気があり、クッキーのような小さなものからハンバーガー程度の大きさのものまである。レムラードソース、タルタルソース、マスタード、ケチャップ等をかけることもある。ありがとうございます。